はい、勝飯です。今回なんですけど、ぬかコーラさんが告白して振られましたね。この件について思ったことは、ぬかコーラ、俺で妥協しないかって思いましたね。まあ、なんでかっていうと、恋愛ってデスゲームなんですよね。で、勝ち負けがあって、先に好きになった方が負けなんですよ。で、先に好きになった方は、どうしても先に好きになって、受け入れてもらったっていう負い目があるから、まあ、その後50年ぐらいは経って、マウント取られ続けるっていうのがあるんですよ。で、そもそも一次選考に受からないと、まあ、付き合ってすらもらえないんですよ。だけど、最初から自分のことを好きな人に、好きな人と付き合えば、それはもう大丈夫なんですよ。で、今回、振られたっていうことなんですけど、僕は、この1年半にわたって、純愛を貫いてるんですね。一方的に。で、ストーカーとも言われましたし、リスナーにもひどいこといっぱい言われました。なんで、よかったら僕で妥協しないって思いましたね。まあ、ただ、一つ言えることは、まあ、妥協を繰り返していくと、自分のなりたい姿っていうのは、永久になれないですよね。だから妥協するのも良くないんじゃないかなって思いましたね。まあ、恋愛っていうのは難しいんですけど、素晴らしいものでもあって、人間って、一人では生きていけないんですよ。まあ、それは、メイミルクさんとか、コデナラさんみたいな、まあ、自意識過剰なメンヘラな方以外、あと、三股さんとか、まあ、そういう人以外にも言えてて、まあ、なんだかんだ言って、人ってのは、一人では生きていけないんですよ。その、二人になることで、こう人生にこう、彩りが生まれる。そんな関係を目指していきませんか？アモーレ。